まあ、こうして、所長に、所長に 協力していただくことができて、この動画を作ることができると思うんですけど、なかなかね、塗料メーカーさん協力してくれないです。あ、そうなんですか。はい。なんかやっぱり、言ったらいいかな。技術的な側面でしか物事言いたくないっていうメーカーさんが多くて、まあ、今、所長がおっしゃったのって、個人的なお気持ちも強いんですが、まあ、個人的な気持ちを伝えてもらいたくて、喋ってもらいたくて言ってるんですけど、それを言えない。この場で。っていうところが多いんで、なんかそういうのにももっと協力してくれるメーカーさん、協力してくれるって、うちに協力してくれなくてもいいんですけど、こう世の中に発信するメーカーさんが増えてもいいのかなって思いますけどね。まあ、なかなかやっぱりこう、一つのことに、事例に対して、まあ、究極の正解を言ってしまうと、それはでも、まあ、確かに正解かもしれないけど、実行不可能だよね、みたいな。何千万円もする塗装機をつけてくださいとか、何千万するなんか特殊配置つけてください。いや、あ、本当そそう、うです。正論なんだけど、でもそれができないところは、じゃあどこにどうしていけばいいの？そうですね。だからベストじゃなくて、ゲーターみたいな。なのがあるのかなとは思うね。今実際あるんですよ。愛知県内のお客さん。お客さんというか、新規で調査あったところで、労働基準監督官に局所排気装置をつけなさいとして、そうで、まあ、風速が結果的に出てればもちろんいいんですけども、こう、自分たちでね、鉄板切って、H 鋼とかでなんか設備作ってとかってやってもいいけど、それ、風速出なかったりとか、私たちが、まあ、私たちの労働基準監督署が、パン粉を押すものじゃないと、結果的にそれお金を導入してることになるよ、ということで、まあ、我々の方に声かけていただいたんですけど、まあ、やっぱり安くても、もちろん作業場によりますけど、5、600万ぐらいはするわけですよ。それを、中小零細企業さんが多いじゃないですか。零細企業さんね、買うっていうのは、なかなか辛い話だな、みたいなのが。我々は商売なので、ありがたいですけど、それ以上にちょっとやっぱり、社長がかわいそうだなっていうのが強くなっちゃって、あんまりこう強く営業できなくなっちゃうんですよ。法律は法律であるので、その辺はやっぱり曲げられないっていうところはあると思います。そこに対してのやっぱ余地っていうのは、やっぱりまあ、ないでしょうからね。だからそこに対しては、じゃあどういう、まあ、解決策っていうところの落としどころを、こう、国の方に提示できるかそうですね。ね。あ、でもまずは、とは言いつつも、労働者の健康だとか、まあ、配慮とか、そういった言葉は、まあ、後でいいんですけど、健康配慮というのが一番大事だと思って、とにかく、労働者の方たち、自分たちでこう、調べていってもらいたいなっていう思いが、私は強いです。ずっとやってるから余計わからんのだよね。匂いってだんだん麻痺してくるから。確かにそうですね。難しいですね。それも。例えば火に触った時に火傷するじゃないですか。何を触ったの？火を触ると火傷するとか、カッターを直接握ったら怪我をするとか、そういうその目に見えること、すぐになんかこう、近くできることはすぐに対応するんですけど、塗料って何か害が出るまでってすごく長い年月がかかる可能性があるんで、そうですね。多分その方々がいる期間で見ちゃうと、その人たちが在籍してる期間だと、なんだ何でも何もないじゃないか。なんでそこにお金をかけなきゃいけない、いけないのみたいな、多分観点になるのかなっていうのは思うんですよね。確かに。そう。火がつくとか、爆発するとか、そういうなんか危険予知能力は人ってあるんですけど、これを毎日吸い続けることによって、吸って鼻と口からだけじゃなくて、皮膚からもね、吸っていきますからね。そういう危険予知能力ってあんまりないよね。なんか、その実際に害が出るっていうところの改善は早いんですよ。例えば、酸化重合型の塗料が、やっいぱわゆるそ死の活自然酸発ですね。火、自然発火しました。よくあるのは、金曜日とか週末になって、現場を塗装のダストがあるから、こう、ホウキで吐いて、
それを、まあ、カンカンの中に、まあ、塗料の粉をポッと入れといて、うん、で、土日にそれが、まあ、ボヤだったり出荷したりする。うん、で、これ危ないよ。こんなに危なかったもんなんだ。そこに対しての対策をしていこうっていうのはカレーですね。うんうん、やっぱり、そうですね。それを、だから塗料、キシレンとかトルエンを吸い続けていることで、まあ、ひょっとするとちょっとずつ体の中の血管が硬くなって、でもそんな体の中見えないし、ほんのちょっとずつ の変化なんて、それこそその実際に暴露されてる人間もなかなか近くにならないっていうところがやっぱりあったんだと思うんです、うん、だから結局外からの情報がなく自分の体感みたいなものでしかなかったのが、うん、今外からの情報でこんなに危ないもんだった、スキレンの中に入ってるエチルベンゼンって実は発がん物質だった、うん、こんな危ないものを吸い続けてたんだっていうような情報が来るようになったので、そこに対して、まあちょっと目には見えないけど危ないんだなっていう意識が芽生えてきたみたいな、うんうん。そうですね。だから直接見えなかったんで、すごく、ものすごく遅れてきてた。うん、まあそういう意味では、まあ情報として、まあそういうものがもたらされてきたっていうので、改善が進んできてるのかなっていうところが一つ、うん。そうですね、うん。こういう情報って、何が一番情報源になってるでしょう。まあ、ローキの立ち会い入りなんですかね、やっぱり。いや、僕、この業界で働いてて、一番、やっぱり衝撃だったのが、ちょっと前段もお話しした大阪の方の印刷屋さんで、はい、塩素系の洗浄剤、あれ確かすごい、発症してから半年ぐらいで亡くなられてたんじゃなかったかなって記憶してるんですけど、あ、こんな危ないもん入ってたんだっていうのが、あれって結構認知度高いですよね。そうです。よく、うん、お客さんからも言われます、ね。で、やっぱりあれを化学物質とかを管理されているはず側の方々が、それに気づかず、死者が結構出たんですよ。ね、うん、とか、みんなでしょ、同じ会社で。で、あれで、これはあかんと。で、あそこからものすごく締め付けが、法規制が厳しく、でも、やっぱり、あ、こんな危ないものがやっぱり身近にあったんだなって思うと、うんうん、ちょっとやっぱりちょっと我が身のところをね、ちょっと思うようになったっていうのが、まずちょっとあれが一番初めの知るきっかけだった、うん。で、皆さんそうすると、そういう情報をよく知るようにしたっていう流れがちょっと発生して、うん、で、あと外からもたらされてきた、はい、やっぱり SDGs。はいはいはい。あったものですかね。あれで一気に大波が来たみたいな。そうですね。はい。だから、まあ、今の胆管がんの話は、事故が起きてから、まあ、ある意味事件に近いものだと思うんですけど、ね、から認知が広まったっていうのはすごく残念ですね。だから事件が起こる、事故が起こる前に、皆さんが、自分がね、そうです。情報を収集して、改善してもらいたいですね。